どうも、ティクタンと申します。リトルナイトメア2実況プレイパート6、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、いや、寒そうですね、二人とも。私も今ね、部屋のエアコンつけたばかりなので寒いです。大寒波です。大寒波なんかな。ここさ、なんか病院みたいな雰囲気やねっていう感じで、前回終わらせたと思うんやけどさ、どうなの？チャプター3。なんか血まみれの、なんかベッドみたい病室の。チャプター3やと思うんや、今。で、チャプター5ぐらいまであると思うんやけど、なんかさ、今のシックスちゃん見てるとさ、割と普通の女の子感あるやん。なんかちょっと、なんか奥なんかおるやん。なんかね、頭が、ガラス？なんか土器みたいな男の子を絞め殺しはしよったけど、なんかまあ普通の女の子って感じだけど、それがカニバリズムになったゆえんをちょっとね、なんかありそうな気するよね。なんかさ、わからんけどさ、予想ね、これ。衝撃のラストとして、このモノくんがもしかしたら食べられるんじゃないかな。シックスちゃんにね、僕のこと食べるつもりでいる、もしかして。前回のリトルナイトメアもね、結構衝撃のラストやったわ、感じないけど。車椅子の人っていう感じかな。入院患者さん？あかへん。全然あかへんし、シックスちゃんも手伝おうとしてくれへんってことは、おそらくここには用事はない。人が見えるってだけか。見えるってだけ、ほんまに動かへん？動かへんね。多分、チャプター1の敵が、銃持っとった人で、チャプター2の敵が首長のね、カニバリズムバッハ先生で、絶対おると思うねんな、毎回何かしら、怖い人が。今回は誰でしょう？おー、いた。うわーい！わ、なんかすごいね、ベッドがぶら下がって。楽しそう、アスレチックやーん。めっちゃこうやって渡ったらええよってヒントくれる。そういうさ、単純に下手なんやめよう、ちょっと。ほら、置いてかれたで。そういうのじゃなくてさ、失敗したりするのは。よいしょ。孔明の罠とか、そういうような感じのとこで失敗していこうよ、もうちょっと。あんなただの下手っていうのはね。よいしょ、オッケー。向こうの奥にもさ、めっちゃぶら下がってる。これが何を意味してるんやろ。なんかさ、まあ、リトルナイトメアのテーマとしてやっぱ子供にはなんかいろんなものが大きく見えてなんか怖く見えるってね。そういうのがあるんやけど、これは実際に怖いよね、これは。なんで？助走が足りない。ない。リトルナイトメアのいいところは、残機がないところよねー。よいしょ！オッケー！あ、で、そこね。よし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 。これ突破ね。このベッドゾーン突破ね。人寝てるよね。落ちるよなー。やめとこう。人寝てたよね、あのベッド。ほら。ほら、もっこりしてる、布団が。これ何？これ布団。お布団じゃない。お布団ではない。ボタン。あ、ヒューズか、前もあったよね。電気。なんやろ、これ持っていかなあかんのかな、どっかにつけるために。なんかそんな気がするよね。あー、なるほど、ここにいるわけね。オッケー。そしてトイレットペーパーを持っていく。トイレットペーパーなんかな、これ。なんかすごい汚い。衛生的に良くなさそう。使いたくない。僕こんなトイレットペーパー嫌です。よいしょ、これを抜いて。取れへん、あれ。暗くても大丈夫かな？大丈夫そうやね。っていうか、これが電気みたいな。電気みたいなというか、電気の役割をね。担ってくれてるので。よし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 。無事持ってこれました。よいしょ！開きました。またなんか落ちそうな感じになってへん？そんなことない？あ、大丈夫やな、これ。エレベーターじゃない？これ。おー、壊れる。壊れるよ、これ。もっとやろ？いいぞ。わっ、あー、これもしかして死んだかな。
いや、ちょっと待って、失敗になってるやん。あれか、あのロープに捕まらなあかんかったかな、もしかして。そのまま、ちょっと地面下にずれてどっか行く感じかなーって。シクシャめちゃ壊すやん。そんな感じやと思ったんやけど、多分違うね。あれに、真ん中吊るしてるやつに捕まらなくて。思った以上になんか高さがあるような感じするね。これね、これに捕まるからね。これ。違う？違う？どうする？どうする？僕らが降りるんじゃない説？わからんけど。このペーパーとかを、いっぱい落としてみて、なんか意味なさそうな感じ。全然重さに影響なさそうな感じするけど。そこに捕まる。これに捕まる？リターン。これ捕まれへんのか。じゃあ飛ばんとここかな。あ、ここか、普通に。で、OK ね。おー、時間制限あり。私がトイレットペーパーを投げた意味を。ここなんかあります？あれか、普通に排水口やからそういう感じのがあるってことね。向こうからも水がジャバーン流れてくる感じね。おー、セーブ入った。あ、懐中電灯じゃん。え、これシックスちゃん？ついに懐中電灯が手に入った。A でつける感じかな。眩しい？眩しい？なるほどね。キットも懐中電灯を持ってたよね。うおう。あの、リトルナイトメアのダウンロードコンテンツね。そういえば、リトルナイトメア2もダウンロードコンテンツとか出てくるんかな？軽率にさ、クリアしたって言って、売ってしまわん方がいいよね。あ、ライト使ってるで。暗い。行きましょう。ライトとかないんかなとは思っとったけど、いざ。いざってなんや。いざってなんや。実際あったね。これあれ？あの点滴のやつめっちゃ動くやん。動かせる？病院で間違いはないんか。別にいらなさそう。ファントムとかなんかいらっしゃいません？帽子とかない？ナース帽やったり。これなんかあの運ぶやつ。あ、ファントムいるやん。いるやん。めっちゃなんか不審者みたいになってたで。病室か入院か。私、去年の、あれやね、年明けに、そういえば入院してましたね。懐かしい。ああ、これは、これ埋まる？車椅子もあって、瓶があって、で、ハサミ、ハサミやん。あ、別に拾えはしない。なんかさ、あの、アクション的に死ぬ要素はあったけど、敵がおるっていう感じじゃないね、まだ。これ何？髪がビローンって出てるけど。別になんもない？なんか謎やね、よう分かれへん。ちょっと待って、ライトさ、そういえばさ、ちょっと待ってよ。ライトを、待ってよ。そういえば、前回さ、あの、ライトを、あの、当て続けたら倒れる敵がいたんですけど、その勝負また出てきたりせんよね。あれさ、ものすごい難しかったからさ、あの、願わくばやりたくないよね。あれ？こっち入れる部屋ありそうやね。眩しい？どう？皆さんどうです？眩しいです？キット君優しいからあんまり正面を照らしたりせえへんね。キットじゃない！ものやものもの、ものか。向こうも部屋があって、こっちは、かんぬきがありますね。じゃああっちが正解か。これ何？なんか、マグカップ？これ帽子やったりせえへん？違うなぁ。シクスちゃんどうしたの？暗いと怖い？でも眩しいのも嫌？どっちかにして。
眩しいの嫌か、暗いの怖いかのどっちかにして。まあ、という感じでここら辺まで来ましたが。なんか、リトルナイトミアって虫とかは出てこへんよね。なんか血が。あ、これ自販機じゃない?カンカンが捨ててある。なんか、レバーあるけど、買える。あ、ジュースじゃん、わーい。シコちゃん飲む?あげるで。いらない?めっちゃ振動したんやけど、投げた時に。なんでやろう。結構重みがあるからかな。こんなに出してもっていいんかな?あー、リアルゴールドが飲みたいです。あ、そこに投げるようね。一個で十分やん。こう投げたら、ここに投げて、オープン。いい感じ。テレビや、久しぶりの。キャー!嫌な音がしますわ。みんなテレビ見てる。そういう部屋かな。でもなんか首から上ないで。あの、マネキンか。あ、マネキンやんだ。マネキンやな、多分。多分テレビのチャンネル合わせに行けばいいやんね。頑張れ!頑張れ、モノくん。テレビに向かうんやん。ポリゴンショー。ああ。どうやってチャンネル合わせないんだっけ?こう。どれで会ったことになる、そもそも。チャンネルを合わせるという。え?これ合ってないよね、多分。違うよね、こう。あ、こっちか。なんであったんかよう分かれへんけど、何が応答んかよう分かれへんけど。どんか分からへん。あ、これ?このぐらい?え、それ繰り返す感じ?バーンってなるの。なんか、ほんまに、あ、あ、この辺?この辺っすか?この、もうちょい左上。あ、左上。あ、この辺っすか?あの、コントローラーがちょっと振動するんやけど、あの、いい感じの時。あ、ここっすね!ここっすね!おー !Into the TV.by KDDI。 またこれあれね、月に行くやつね。うわぁ、ふわぁ、重力6分の1。私も月行ってこのふわふわってしてみたいな。無重力やったらただふよふよするだけやから、重力ある方が楽しいやもんね。バン!シックさんもなんでわざわざこんな近くで見てるんやろうね。何、そんなに近寄らんといてっていう感じなんかな。違う、この二人をこんな拡大で見れることもなかなかないのでは?あれ、こんなとこやったんや。ちゃんと階段があるような。そういうところやったんやね。あ、ちょっと待って、シックスちゃん行こう行こう。あ、よかったよかった。なんか電波塔が結局なんか、行けるとこがいっぱいあるな。先に階段から上がるか。なんか電波塔に向かってる回電波が出てるんかな?それを行く感じないけど、なんか、なぜこの学校とかその辺も。あ、ヒューズ2つ集めろっていう話ね。どっちにしろそれをせな、このエレベーターも開かへん。なるほど、なるほど、了解。とすれば、まあ、道がいっぱいあるのは納得。え、ここにもヒューズがいる。ってことは、ヒューズ1個を下で見つけてきて、この中で2個見つけるっていう、そういう感じかな。1個ここに刺してまうと、もう1個がね、見つからへんっていう、そういうことは、ね、きっとそうやね。こっちは?あ、こっちは鍵ね。はぁ、まあ、順序が分からへんけど、鍵先で、ここにヒューズがあるんか、最終的に鍵とか、まあ、その辺はちょっと分からへんけど、まあ、いい感じで見つけていきましょう。とりあえず今行けるのがここだけなんで。シックスちゃん引っかかってるよね。これシックスちゃん連れて行かんかったらどうなるんやろ。あ、来た来た。
た来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 た。その辺はちゃんとなんか、ええ感じにしてくれるんやね。あ、レントゲンやん。あ、クマちゃんの中に鍵があるっていう、そういうことね、あのヒントは。え、じゃあクマちゃんを八つ咲きとかにするんかな。かわいそう。え、これ何？なんか、面白いことできる？なんか一発ギャグとかする感じなんかな。あ、僕ですよーって。え、シックスちゃん、もうでも割と普通やんね。これでさ、レントゲンで見たときに、すごい全然なんか変な骨なんかなとかって、シックスちゃんがね、若干思ったりしたけど、そうでもなさそう。あ、クマちゃん。クマちゃんめっちゃプルプルしてるやん。これ何？アヒルのワルツー。ちょ、このアヒルのおもちゃちょっと一回レントゲンに持って行ってみる？あのクマちゃんが圧倒的怪しいけど、まあ、一旦ちょっと置いといて、このアヒルちゃんをちょっとレントゲンしてみよう。え、ちょっとシックスちゃんやってーや。これ。やってーや。ちょ、一回ここにこう触れてみる感じ？あ、違う？ちょ、もう自分でします！セルフサービスでやります。あれ？シックスちゃんそれ何持ってるの？え、シックスちゃんそれ何？それ何？ちょ、貸して。あー、猿のおもちゃか。いつの間に取ってきたんそれ。それいるん？なんかええ感じの帽子とかないかな？僕の被れるやつね。この辺違うんか。ふひょ。こっちとか、駒みたいなんがある感じするけど。あ、登れる！え、これ何？これじゃなくて、これね。あ、帽子？やっと手に入れた。ちょっとかぶってみよう。へいって。呼ぶな、呼ぶな。あ、クマちゃん。これ降りてきたらシックスちゃんビビるんちゃう。いやーって。これってウサタンかな？ウサタンやね、これ。かわいい。ほい。プルプルしてるクマちゃんが気になるんやけどね。うん、かわいい！持っていこう。お揃いやん、僕と。シックちゃん、その、人形お気に入りなん？いらないよ、僕、それ。ここに置いといて、レントゲンするよ。ちょ、クマちゃん見るで。蹴るな、蹴るな！シックちゃん、蹴るな。え？こっちに鍵があるんで、このクマちゃんに鍵があるんはもう関係なし？ダミーぽい。これ？でもそれどうするん、シックスちゃん。ちょうだい？え、くれへんやん。それどうしたらいいんやろ。あの、後ろのレントゲンは何なんやろな。だまし、それ持ってこっち行けばいい？これエレベーターかな？エレベーターですね。なんか割るような機械みたいなあるんかな、人形壊すような。これ、これでも折りたたみ傘じゃない？違うかな。あ、フックか。あ、フック船長のお手手。あ、なんか頭出てるで、上ミイラ。懐中電灯で照らしてみましょう。ミイラですね。懐中電灯の存在すっかり忘れてた。あ、あ、ここに掘り込む感じ？もしかして。シックスちゃん、ここここ。あ、入るんね。これ何？お手手？これ焼却炉ちゃん、もしかして。焼却炉っていうか、近くに。人を燃やす感じの、ところじゃないんかな。火葬場？地下にあるってことはそういうことなんかな。シックスさんがさ、それ入れてくれんかったけど、僕もなんか持っていったらいいっていうことなんかな。え、じゃあ僕はクマちゃん持っていこうかな。あ、クマちゃんがいない。いた。よいしょ。ちょっと重たいけどね。持っていこうね。かわいい。
重たい。これ投げれるんかな、でもその仮想の姉のとこに。え、無理そう。え、じゃあアヒルのワルツにしとこうかな。これぐらいやったら、あ、投げれるね。オッケーオッケーオッケー。アヒルのワルツにしよう。僕はアヒルのワルツにする。マネしてシックスちゃんも投げてくれるかもしれへん。よしよし。クマちゃんちょっとじっとしててね。なんでそんな足プルプルなんやろな。走ってるんかな？えい、到着。あ、置いちゃった。よいしょよいしょ。じゃあちょっと入れてみようかな。ほい。ほら、シックスちゃんもやってごらん。あ、やってくれた、やってくれた。よいしょ、ナイス。ナイスナイス。これね。じゃあこれを、焼きましょう！は？いや、あれじゃなかった、あれ鍵のあれじゃなかったのか。もっといろいろ見てみよう、いろんなやつを見てみて。でもじゃあシックスちゃんなんであれ持ってたん？私はあれやと思ったのっていう、そういう話かな。もしかしたら別のおもちゃ、これとかの中になんか入ってるかもしれへん。やってやって、シックスちゃん。あ、なんもない。こんなものいらん。わからんわからん。クマちゃん、違う、ウサギちゃん。あ、シクちゃんがなんかそれを持ってきた。ロバ？今度はそれがいいの。重たい。おいしょ。ここ置いといて。ちょっとシクちゃんそこ行ってみて。え、なんかあるやん。あるやん。はい、これでーす。行きましょう。え、だってそこの写真、クマタンやん。クマタンやったら、でもこれ、掘り投げれるかな？ちょっと、重たない？頭を、よいしょって入れて、それで、あれかな？中入って引っ張るみたいな。いけるかな？よし、到着。よいしょよいしょ。めっちゃ重そう。ああ、入れた入れた、うまいうまい。シクさん、それ入れんでいいよ。ギリチョン入ったね、ギリチョン。え、今なんか悲鳴みたいな聞こえなかった？イエーイ、鍵ゲット。すまないね、クマちゃん、ウサタン、君のことは忘れないよ。よしよし、これで鍵が手に入ったから、あっこ行けるわけね。あの、どうに、もうちょっとでこのクマさんに濡れ衣をなんかかぶせてね、焼いちゃうところでした。なるほど、こっちのじゃあドアに入ってヒューズ一つ見つけようっていう、そういう話ですね。全然敵らしい敵がおらへんね。ここでしょ？ガチャリンコ。ちょっと入ってみましょう。あらー！足がいっぱい、ちょっと見えにくいので電気つけましょう。わー。でもあれやな、なんか、あれか、義足とかっていう、そういう感じなんかな？なんかマネキンやと思っとったけど、
ついなんかワンの、世界の感覚のせいでマネキンっていう概念があったけど、そっか、義足か。転がるから持てるかなって思ったけど、全然持てへんね。はぁ。で、そういうなんか、技師さんみたいな人、わぁ、いっぱい。はぁ、ごっつい。こんなにぎっしり乗せんでもいいやん。はーい。ということで、時間がいい感じだと思うので、あそこに、そうやって行けってことね。オッケー、了解しました。じゃ、行こうか。この辺りで終了しようかなと思います。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でしたー。